6 queens. Read 'em and weep. Not so fast. 7 queens.ウォッチモジジャパンへようこそ。今回はシンプソンズが訴えられた出来事をトップ10をご紹介します。 This combines my two least favorite things. Other people's music and other people. このランキングではアメリカ人の大好きなアニメおよびそのクリエイターやプロデューサーが実生活で訴えられたり訴えられそうになったりした事例を見ていきましょう。あなたが気になったのはどの訴訟ですか？コメント欄で教えてください。第10位、ルーイ訴訟。ファットトニーの子分の一人に過ぎないにもかかわらず、結局は同じくらい悪名高い存在となってしまったルーイ。とはいえ、あなたが想像するような形ではありませんよ。それは2014年のこと。Come on, make that call for the goal. Let's go. そこをご自由に。ザ・シンプソンズに出てくるマフィアキャラクターが自身の肖像権を侵害しているとして、俳優フランク・シベロがフォックスに対して100億円の訴訟を提訴したのです。彼のこの訴えは却下され、2018年に控訴を試みるも失敗に終わります。You're all talk, Camel. You never even finished Jedi school. 法的な問題はさておき、ルーイのような手下がこれほどの騒ぎを起こせるとはちょっと感動的ですね。Hey, can we go by the Lexus place? I want to test drive that new hybrid. You are a hybrid. Half idiot, half moron. Whoa! 第9位、AFM 対20世紀 FOX & NBC ユニバーサル。30年以上にわたって放送されてきた番組を象徴するトレードマークの一つといえばテーマ曲。しかし番組にとって重要であると同時に法的トラブルの元になったことも。例えばユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのジェットコースターで同番組のテーマ曲が使用された際、米国音楽家連盟は2010年の契約に違反するとして20世紀フォックスと NBC ユニバーサルに法的処置を取ります。フォックスはこの訴訟についてコメントを拒否。ユニバーサルスタジオは曲の使用は純粋にプロモーション目的であったと連盟の主張を否定しました。 That was for you, bleeding gums. You've made an old jazz man happy. 第8位、モリッシーに訴えられそうになる。パニックオンザストリーツオブスプリングフィールドと題された回でザ・スナフスのフロントマンを務めるクイロビーに夢中になっていくリーサ。しかし、ザ・スナフスの再結成コンサートに行った彼女は、クイロビーが太った肉食の憎たらしい男になっていたことを目の当たりにすることに。Shut your gobs, you wankers! このエピソードを心よく思わなかったモリッシーは、番組制作者が彼に向けた憎悪は嘲笑そのものだと批判。しかし結局裁判にかけるだけの価値がないとして訴えないことにしたようです。 I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were completely true. 第7位、アルフ・クラウゼンが法的処置を取る。1990年からザ・シンプソンズの音楽を手掛けてきたのはアルフ・クラウゼン。アニメ界のアカデミー賞アニー賞にも5度受賞。Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. しかし2017年、番組は彼の解雇を発表します。プロデューサーであるリチャード・サカイから連絡を受け、番組が異なるタイプの音楽を求めているとして解雇を告げられたと当時のクラウゼンは明かしています。He's guilty of mayhem exposure indecent. Freaked out behavior, both chronic and recent. しかしその2年後、彼は年齢とパーキンソン病と診断されたことを理由に不当解雇されたとして訴訟を起こすことに。最終的に2022年初めに訴えを取り下げるまで、クラウゼンとフォックスの法廷闘争は数年間続くこととなりました。第6位、ブラジルでトラブルに。シンプソンズのような有名長寿番組でも国際的トラブルに巻き込まれることがあるんです。ことの発端は Blame It On Lisa というエピソード。 Hi Lisa, thank you for your donation. Because of your generosity,
I bought sturdy shoes that will last for 1,000 sambas. ステレオタイプや文化的に不正確な表現で、ブラジルが観光客にとって誘拐や強盗に遭う可能性の高い危険な場所であると描かれていたのです。My American friend, I'm afraid that this is a kidnapping. So that means I don't have to pay the fare. I suppose.リオデジャネイロ観光局はブラジルのイメージを悪くし、収入を失ったとしてフォックスを相手に法的手段に訴えると発表。当時のブラジル大統領までもが訴訟の考えを支持したという事実が事態の深刻さを物語っています。 This is a cigarette butt you burned me with. You slept like a baby that night. 第5位、セガが法的処置を講じる。2001年に発売されたシンプソンズロードレイジ、100万本以上の売り上げとその貧弱なグラフィックで有名ですが、もう一つ忘れてはならないことが。実はこのゲーム、セガがパテント侵害で EA と開発元のラディカルエンターテインメントを訴える騒ぎとなってしまったのです。Homer, you can atone for your many sins by getting me to my destination on time.ゲームのステージこそスプリングフィールドと違いますが、ルール、攻略法などはまさにセガのクレイジータクシーそのままですよね。Hey, hey, hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! 結局、裁判になる前に両者の間で和解が成立したのでした。Well, Simpson, did you learn something today? Oh, did I ever? 第4位、ホログラム USA の訴訟。ザ・シンプソンズが特許侵害で訴えられたのは初めてではありませんが、かなりユニークな状況下での訴訟だったのがこれ。O glory of glories, O heavenly testament to the eternal majesty of God's creation. Holy macaroni! 2014年のサンディエゴコミコンで25周年を祝いつつ、ホーマー・シンプソンズのホログラムを紹介したマット・グルーニング。印象的な瞬間でしたが、ホログラム作成の技術ライセンスを持たずに使用したとして、ホログラム USA のアルキ・ダビッドがフォックスとグレイシーフィルムを提訴する事態となってしまいます。 Homer, where are you? I'm somewhere where I don't know where I am. 1年後、ホログラム USA とフォックスの両者は和解に至り、ダビッドも満足しているよう。 This is the worst place yet. 第3位、ロシア人の父親から訴えられる。大企業やセレブからの訴訟ばかりではないのがザ・シンプソンズ。Yes, that's what we wanted you to think. 時には普通の人々でさえも訴えたいことがあるようですよ。例えばイゴール・スマイコフ。2002年、ザ・シンプソンズとファミリー街はモラルの低下と暴力を助長し、親に逆らうことを奨励しているとしてロシアのテレビ局レン TV を訴えます。両番組のせいで息子が違法薬物に興味を示し、母親を引き返ると呼ぶようになったとして金銭的賠償を要求するとともに、ホーマーのバート改造計画などの一部エピソードの放送差し止めを求めたのです。 Hot stuff coming through. しかしこの訴えは認められず、1日後に破棄とされました。 Eat my shirts! Yes, eat all of our shirts!第2位、トレイシー・ウルマンの訴訟。女優でコメディアンのトレイシー・ウルマン、ザ・シンプソンズに貢献した彼女ですが、なんと今度は訴えようというのです。 Most of you already know that with a little love and compassion, any puppy will grow up to be a cuddly little bundle of joy. 実はアニメ、ザ・シンプソンズは彼女のトレイシー・ウルマンショーの一部のコーナーから生まれたもの。アニメの人気が高まるにつれ、彼女は番組の商品化利益の最大 10% を受け取る権利があると主張します。 Congratulations, boy. You just earned yourself a big reward. All I wanted was a measly candy bar. しかしそうはならず、2年近く続く訴訟に踏み切ることにしたトレイシー。審議の末、訴えは最終的に却下となり、当時200万ドル以上得られたはずの和解金を失う結果となりました。Stop and nonsense, taught by charlatans and learned by bloody twits. 1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第1位、フォックス VS フォックス。放送開始以来ずっとフォックステレビで放送されてきました。I'm Rupert Murdoch, the billionaire tyrant, and this is my skybox.
原案のマット・グレイニングによれば2003年に訴えられそうになったことがあるそうなのです。あるエピソードで冗談のニューステロップを入れたことが原因らしいのですが、それによって被害を受けたと言い出したのが同じグループ傘下の FOX ニュース。I do appreciate your being here. You're usually so mired in sleaze. It must be an effort to come down to the studio. FOX ニュースが FOX エンターテインメントを訴えるとは、つまりトップが自腹を切って自分を訴えるということ。もちろんそんな馬鹿げた選択はされませんでしたが、同ネットワークはザ・シンプソンズが FOX ニュースのテロップのパロディを禁止したのでした。Just to make sure you got it, the producers of the program put this dopey card up on the screen. How predictable. いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。